んにちは、黒豆です。本日は今映している通り黒目の水槽が曇ってしまっているので、その対策をしていきます。後半に黒豆の様子を映した動画をつけているので、ぜひ最後までご覧ください。脱走を防ぐために蓋は絶対に必要なので、香りのものを用意してきました。それがこちら、またダイソーで買ってきましたワイヤーネットです。網目が粗くて雑草防止には不十分なんですけれども、今のところ黒も豆も壁を登ってるのを見たことがないので、しばらくはこれでいこうかなと思っています。そしてもう一つ、アルミの保温シート、こちらも巻いて温度対策も合わせてしていこうと思います。先日伊達巻きに使ったのと同じものです。水槽の高さに合わせてカットしてきました。巻いていきます。巻いてると黒が見に来てくれました。かわいいです。はい、巻き終わりました。これで完成です。動画を撮ってから投稿するまでラグがあるんですけれども、この投稿の時点で黒豆をお迎えしてからだいたい1ヶ月が経ちました。ご飯もしっかり食べてくれてますし、脱皮殻もよく浮いているので、この環境にもだいぶ慣れてきてくれたのかなと思っています。もともと飼っているレオパード月光の伊達巻きとはまたお世話の内容も違っていて、日々観察、飼育、楽しんでいます。さて、本日の動画は短いですが以上です。次は人生初の水替えをした様子を動画にしようかなと思っています。伊達巻きの動画も今編集中ですので、ぜひそちらも楽しみにしていていただけると嬉しいです。それでは。